皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県富士見中学校の平成31年の算数の入試の問題から大問の4魔法陣の問題を解いていきたいと思います。魔法陣というのはこうマスがあって、その中に数字が入っている。その数字、縦に足しても横に足しても斜めに足しても全て答えが同じになる。こうなっているもの、これを魔法陣と言います。魔法陣の問題の解き方、まず最初に基本的な考え方で解いて、次に、ね、コツ、これを紹介したいと思います。実はこのコツを知っているとめちゃくちゃ簡単にね、この問題解けちゃうんですよね。ですからぜひそのコツの方も覚えてください。では始めます。下の9つのマスには縦横斜め、ここに数字の合計が同じになるように数字が入ります。この時次の問いに答えなさい。ここに魔法陣が書いてあって、数字ところどころ入っていて、ここに四角い四角あ、これがありますよね。で、空欄もあります。これ魔法陣ですから、こう横に足したもの、縦に足したもの、斜めに足したもの、全て合計は同じになるんですね。で、この時ですね、括弧1、四角あに入る数字はいくつですかと、このようになっています。この魔法陣見ると、3つ全て数字が埋まっている通りは縦横斜めどこにもありませんから、合計がいくつかってのはわからないですよね。ですから2つ数字が埋まっていると、縦横斜めで2つ数字が埋まっているところを使って問題を解いていきます。ここでは四角はと四角いに入る、ここを、こういう問題なので、ここの部分を使って、あが入っているところで数字が2つあるもの、いが入っているところで数字が2つ分かっているもの、ここを使います。あのあるところで数字が2つ分かっているところは、ここの斜めのところです。17あ3ですね。つまりここの通りの合計は17たすあたす3、つまり20たすあということになります、ね、20たすあです。そしていのあるところで数字が2つ分かっている、それはここの通りですね。17たす2たすい、つまり19たすい、こうなっています。これ足し算した答えは同じになるので、これイコールで結べますよね。で、この時19たす1と20たすあを考えた時、この20を19に変えてあげると、20は19たす1って表せます。で、たすあですね、イコール19たすいとなります。で、19の部分同じですから、こうなって、いの部分と同じになるのはあ足す1ですね、1足すあですね。つまりいはあより1大きい、こういうことが分かりますね。いはあより1大きい、こういうふうに表すことができます。さて次ですね、次はじゃあこれを使って、このいとあのある斜めの通りを考えてみましょうね。いはあたす1ですから、いの部分をあたす1たす、次にあがきますよね、あたす9になります。これがこの20たすあと同じですよね。20たすあと同じですね。で、両方ともあがあるので、あを一つ消してあげるとこうなります。こちら側はあたす1たす9、あたす10ですよね。で、ここは20ですから、両方から10を引くとあは10になりますね。ここの部分を10引くと、ここの部分が20引く10で10になって、あは10ということが分かりますから、答えはあ、これが10、このように答えを出せるわけです。括弧にはいに入る数字はいくつですか。いというのはあプラス1ですから、10たす1ね、ですからいは11と
まあこんな風に出すわけですね。でも実はね、これもっと簡単な方法があるんです。この9マスの場合の真ん中に入るここの数というのは全体の合計の平均になるし、それぞれの縦横斜めを足したものの平均になる。つまり17足す3ってのはここの平均がアになるということですね。ですからこれ3つを足したらアが3つ分ということです。で真ん中にアがあるので17足す3というのは20ですよね。20はアが2つ分ということなので、アは10ってこのことを知っていれば簡単に出ちゃうんですね。で合計はこれ足すと30ですから、皆さん残りの部分ね足して全て30になるように穴埋めをしてみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。